はい、こんにちは。今日はですね、中国情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守り、女性の権利を保護することは極めて重要であります。その上でニュースを読んでまいります。ブルームバーグですが、 IOC は批判に直面、中国人テニス選手の無事確認も残る疑問。中国の女子プロテニス選手彭帥さんが消息不明になっていた約2週間、国連やホワイトハウス、女子テニス協会、一部の有名スポーツ選手は彭さんの安否に懸念を表明していた。そして身の安全を主張する中国当局の公式見解には懐疑的だった。一方、来年2月に北京冬季五輪の開催を控える国際オリンピック委員会 IOC は違ったようだ。IOC は21日、バッハ会長と彭さんによる約30分間のビデオ通話を行い、中国側の主張を支えた。ビデオ通話には IOC アスリート委員会のエンマ・テルホ委員長と中国の IOC 委員を務める李氏も同席した。消息不明の中国人テニス選手、バッハ会長とオンライン面談 IOC。IOC は彭さんとの面談について、無事で健康上の問題もなく北京の自宅で暮らしているとの説明があった。今はプライバシーを尊重してほしいとのことだと声明で説明。テルホ氏は、彭帥氏の元気な姿を見られて安心した。それが私たちの最大の心配だったと述べた。しかし IOC は重要な懸念事項については言及しなかった。なぜ他の人は彭さんと連絡が取れないのか、彭さんは自由に移動できるのか、なぜ自身のソーシャルメディア Weibo のアカウントに投稿しないのか、なぜ独立系メディアとは話そうとしないのかなどだ。さらなる情報を求める質問に対し IOC は現時点では声明に追加することは何もないと電子メールで回答した。北京五輪開催まで70日余りとなった今、IOC の声明は彭さんの状況についての疑問を増しただけでなく、五輪の経済的な実行可能性を守ることが最優先という IOC に対する評判を裏打ちした格好だ。アメリカパシフィック大学のジュールズ・ボイコフ教授（政治学）は、IOC は中国との協力については長らく故意に騙されやすいところを見せてきたと指摘。五輪に関する著書4冊を執筆した同教授は、 IOC は基本的に開催国に敬意を払いすぎている。中国で起きていることに関する難しい真実を持ち出した市民を消すという長年の実績がある国に対してだと語った。このようにブルームバーグが報道しております。で、こうした状況にフランス政府が動きを見せました。大紀元ですが、消息不明の中国選手が姿見せるも懸念拭えず、フランス外相もっと証拠、消息が不明になっていた彭帥選手が21日北京で開催されたテニスイベントに姿を見せた。イベント主催側や官製メディアの幹部が彭選手の写真や動画を公表した。国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長も同日彭選手とビデオツアーを行い、無事で健康に北京の自宅で暮らしていると説明があったという。フランスのジャン・イブ・ロドリアン外相は21日、彭選手が姿を現しても彼女の身の安全を証明するには十分ではないとし、より多くの証拠を提供するよう中国当局に呼びかけた。私が期待することは一つだけ、それは彼女自身が話すことだ。もし彼女にそれが許されないのであれば、我々は中国当局に対して何らかの外交的な影響を与えざるを得ないと、同外相はフランスメディア LCI に語った。女子テニス協会 WTA も動画の公開は彭選手の安否への懸念を払拭するのに不十分だとした。 WTA のスティーブ・サイモン CEO は、彭氏の中国出国を許可するか、あるいは他者がいない環境で自分と直接ビデオ通話するかを求めた。ですので、今回の IOC と彭帥選手のビデオ通話ということを受けましても、あるいは今回の IOC の声明ということを受けても、女子テニス協会 WTA は彭選手の身の安全ということに関するさらなる証拠開示を求める姿勢を崩していないということだと思います。で、イギリスのガーディアンなどによると、 IOC の声明を受けて中国市場からの撤退も示唆している WTA は、彭帥氏の姿を見れたのは良かったが、検閲や強制なしでコミュニケーションできるかという点について WTA の懸念を払拭したりするものではないと声明を発表した。このように報道されております。で、こうした情勢の中ですね、現状北京五輪の外交的ボイコットということに関する動きは世界で加速しているように見えます。日テレニュースですが、イギリスのタイムズ紙は21日、ファイブアイズと呼ばれる機密情報を共有する枠組みを持つアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が北京オリンピックへの政府関係者の派遣を見送る外交的ボイコットを検討していると伝えました。反体制派のスポーツ選手への迫害を含む中国の人権侵害を理由に挙げていて、消息不明となっていた
女子テニス選手の件についても問題視しているとみられます。このように報道されております。そしてアメリカではですね、 NHK ですが、アメリカ有力紙オリンピック開催国として中国の適格性に疑問、中国で前の副首相との関係を告白した女子テニス選手の行方が分からなくなったと伝えられていることを受けて、アメリカの有力紙は北京オリンピックを開催する国としての中国の適格性に根本的な疑問を抱かせると批判する社説を掲載しました。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは19日電子版で、彭帥氏はどこへと題した社説を掲載しました。社説では批判に直面した時の中国の対応について、否定し嘘をつき白ばくれやり過ごそうとする、そして全てがうまくいかないと猛烈に反撃するとした上で、彭選手をめぐっても同様の対応をしていると指摘しています。その上で来年2月に開催が迫った北京オリンピックについて、スポーツを通じてより良い世界を形作るというオリンピック精神にのっとった大会を開催する国としての中国の適格性に根本的な疑問を抱かせると厳しく批判しています。これニューヨークタイムズが報じたと、 NHK が報道しているということですね。ですのでこれは大きなニュースだと思います。でニューヨークタイムズが北京オリンピックを開催する国としての中国の適格性に根本的な疑問を抱かせると批判したことは、今後アメリカ内における北京五輪ボイコットへの世論といったことを加速させる可能性があるように見えます。そしてこうした懸念というのはアメリカ政界からも聞こえてきます。北京五輪、米上院議員が選手の派遣を疑問し安全ではない。アメリカニュース専門局 FOX ニュースは、テネシー州選出の共和党上院議員マーシャ・ブラックバーン氏が北京五輪でアメリカの選手が中国を訪れることは安全ではないと懸念を表明したと報道した。ブラックバーン氏は同局の番組に出演し、彭帥選手が消息不明になった問題について言及し、私たちのアスリートが北京五輪に行くのは安全ではないと思う。このようなことはもっと定期的に起こっているように思う。アメリカのオリンピック委員会はなぜ我々の選手をこのような環境に送り込むのだろうかと疑問を投げかけた。このように報道されております。ですのでこうしたニュースを俯瞰的に見てまいりますと、今回の IOC と彭帥選手のビデオ通話ということを受けましても、フランス外務省そして WTA はさらなる証拠開示を中国側に求めていくというふうに見えます。またファイブアイズと呼ばれる機密情報を共有する枠組みを持つアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国も外交的ボイコットの検討を今後加速させるように見えまして、このテニス選手の報道の一連の問題というのはまだまだ収束しないように見えます。そればかりかですね、今後こうした世界の批判は IOC にも向かうことが予想されまして、北京五輪は大きな岐路と直面しているように見えます。国際的なアスリートらによる団体グローバルアスリートは22日女子テニスのダブルス元世界ランク1位の彭帥氏が安否不明となっている問題で、21日に国際オリンピック委員会 IOC のバッハ会長らがテレビ電話で安全を確認したと発表したことについて批判する声明を発表した。問題の発端となった彭帥選手と中国共産党の最高指導部メンバーだった元副首相との関係における告発について全く触れていない内容に、この声明は IOC を中国当局の悪意ある宣伝に加担させ、基本的人権と正義への配慮に欠けている。IOC の行動は虐待的な権威主義体制と一体となり、人権を無視していると指摘した。このように報道されております。で、この国際的なアスリートらによる団体、グローバルアスリートのこうした声明というのは、非常に重いものがあると思います。ですので今後 IOC はこの問題におけるさらなる対応というのが求められているというふうに見えます。またですね、 IOC 内も一枚岩ではない情勢があるように見えます。ロイターですが、国際オリンピック委員会 IOC のディック・パウンド委員は女子テニスでダブルス元世界ランク1位の彭帥選手、中国が消息不明になっている問題の対処次第で IOC が2022年北京冬季五輪開催に関して強硬な態度を取る可能性があると述べた。パウンド委員はロイターに対し、もし早急に良識ある形で解決されなければ事態の収拾がつかなくなるかもしれない。 IOC が強硬な態度を取る可能性もある。五輪大会を中止するとまではいかないかもしれないが、どうなるかは誰にもわからないと述べ、北京冬季五輪中止の可能性も完全には排除しなかった。このように報道されております。ですので今後の世論の動向、国際社会の動きということによっては、 IOC 内部でも意見が分かれてですね、 IOC としても事態収拾が難しくなっていく、そうした可能性もあるように見えます。習近平政権はテニス選手の動画を公開するなど事態の鎮静化ということに動いていますけれども、ただ WTA のスティーブ・サイモン CEO は彭氏の中国出国を許可するか、
あるいは他者がいない環境で自分と直接ビデオ通話するかといったことを求めておりまして、こうした条件を中国政府が受け入れるかどうかというのは不透明だと思います。またフランス政府もですね、さらなる証拠開示を要求しているということがあります。またアメリカのバイデン政権は彭帥選手の身の安全ということに関しまして、独立し検証可能な証拠ということを中国政府に求めておりまして、こうした国際社会の要求ということに中国政府、習近平政権がどこまで対応できるのか、受け入れるのか、そうしたことは不透明な情勢に見えます。で、そうなってまいりますと、今後ニューヨークタイムズが言及したように、北京オリンピックを開催する国としての中国の適格性に根本的な疑問を抱かせると批判する声は世界で強まることが予想されます。ウイグルや香港の人権問題などに加えまして、今回のテニス選手の問題ということで、基本的人権の尊重、自由民主主義、法の支配を守り、女性の権利を保護することは極めて重要であるとする国際社会の声に、習近平政権の対応と北京五輪の行方ということが注目されております。ありがとうございました。